四角いは、単子葉植物、かやつり草かのハリー族の一種。茎の断面が四角であることからこう呼ばれる。家系の先端部下の方には、病も見える家系の断面輪片を剥がしたところ、羽毛状の死毛状化皮片が見える根茎はわずかに、横に入、多数の茎を密生する。晴らしい葉はない。茎は高さ30から50センチメートル、黄緑色で、艶がなく、基部には、 幼少だけになった葉をつける。茎の断面はほぼ正方形だが、一つの角がやや出っ張りが小さい。時に三角や五角、六角のものがある。角の部分はややざらつく。茎の先端にコボを一つだけつける。コボは長さ8から20ミリメートル、棒状で茎より多少太い程度。多数の輪辺が螺旋状に並び、緑から錆色を帯びる。 コボの木部のツとは、ごく短く三角形で目立たない。輪片の内側に、小花があるが、特徴的なのは差し針である。この類の花には、花皮に由来するものが花を囲んで輪片の内側にあり、普通は細い針状なので差し針とか呼ばれるのだが、四角いのそれは、途中から真横に、多数の枝を出し、全体として、鳥の羽のような姿となる。しかも大抵の種では細くて、 硬そうであるのに、この種では、やや太くて、白く、柔らかい。熟した果実はトーラン型で、先端につく中東はその基部が、果実の幅に近いくらい広がっている。先端は三列。湿地に生育しているうなく北海道から、琉球にまで分布し、日本以外では、南千島、朝鮮、ウスリー中国に分布する。平地から、山地の湿地。 あるいは水の湧き出す山脇などに生える。他の草の間に生えると、紛れて見つけにくい。四角いそっくりで茎にはっきりした角がないものが犬四角いである。茎の断面が三角のものが三角四角いである。別種人サール、インコムとすることもあるが、品種扱いとすることもある。よく似ているものに真四角いがある。全体によく似ているが、指針が羽状でなく、 針状である。日本では本州中国地方から琉球列島に、日本以外では中国からインド、インドネシア、オーストラリアに分布する。名前は紳士角いで、茎の断面がほぼ正方形であることから、別属ではあるが、病も雰囲気が似ている。しかし病には根室用があることと、こぼの幅が広いこと、こぼの基部に短いながら、 洋上の都があることで区別できる。ありがとうございます。